今から美容院に行ってきます。皆さんこんにちは、松平健太です。今千駄ヶ谷駅やってきました。千駄ヶ谷駅は卓球で言ったら東京体育館のイメージが多分皆さんあると思いますが、僕は東京体育館には行かず今から美容院に行ってきます。千駄ヶ谷駅だいぶ変わりましたね、改装して。東京体育館も今改装中ですね。で、美容院今日行って人生初のブリーチしてきます。それでは美容院まで行ってきます。この5階のモノタイプ、ここが僕が通ってる美容室です。では行ってまいります。つけない方がいいですよね。うん、何もないんで、はい、今日は洗わなくていいんだな。ダメなの夜だね。はい、いい感じですね。完璧に見るとすごい多分いいですね。オッケーです。はい、お疲れ様でした。
切り終わりじゃない、染め終わりました。皆さんどうですか、まあ、今光ついてるから分かりづらいけど、今から帰ります。もう真っ暗っす。2時間ちょっとやってきました。シャンプーも買って、トリートメントも買っても完璧。今から掃除機買いに行きます。またね。